日本大阪府大阪市天王寺区、生玉町生玉町は、大阪府大阪市天王寺区にある町名。定番を持たない、単独町名である。天王寺区の北西部に位置し、東に、生玉前町、西に、下寺町、南に、生玉寺町、北東に、中央区、谷町及び、中寺、北西に、道区高津と接している。大阪城追記のため、 安土桃山時代に、当地へ潜座された生国魂神社とその神主、屋敷、ネギ屋敷、社房十房が大半を占め、江戸時代に形成された寺町の生玉中寺町、生玉寺町のそれぞれ一部も含まれる。1873年に、生玉社地は、西成郡聖光津村へ編入、生玉中寺,寺町は、東成郡天王寺村へ編入、生玉寺町は、 天王寺村と西高津村へ分割編入された。その後の境界変更により、幾多前町に含まれていた幾多中寺町が、当町と幾多寺町に含まれるようになった。現在、寺町の幾多中、寺町12カジのうち7カジ及び幾多寺町14カジのうち1カジが、当町に含まれている。 2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。ありがとうございます。